はい、レオンチャンネルです。特撮系のデラックス玩具がいくつか発売されましたので、この3つを一気に開封しましょう。まずはタイヤ交換シリーズ08ドライブのタイプデッドヒート。パッケージを見るとデッドヒートマッハとドライブに変形できるっぽいんですけど、どういう構造なんでしょうか。はい、中身はマッハと似てる。はい、開けるとマッハだ完全にマッハで、タイヤがタイヤ1本しか入ってないよ。え、デッドヒートって白地に赤いラインとこの暴走状態と2種類あるはずなんですけど、え、どういうこと。あ、もうこれだったらタイヤ2つ入れてほしかった。はい、このように半分半分にデザインが分けられてますね。これはどうなのかな。エコエコ。じゃあタイヤをはめて、あ、これはやっぱりちょっと気になるな。で、ドライブ的にはめ込めば OK で、こういう感じなんだ。へえ。結構なんか塗装もさっぱりしてますね。ん？ああ、そういうこと。これ、ベルトがどうするのかなと思ったんですよ。動くのね。はい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 。あ、これで、マッハ状態と、ドライバー、バイザーが取れやすい。なんか、ジンバーを、なんとなく、思い出しますね。へぇー。はい、次は、ウルトラチェンジシリーズの、ウルトラマン銀河ビクトリー。定価は3300円で、今回は2640円。これは、劇場版に登場する、銀河とビクトリーが合体した姿ですね。はい、中身は、銀河ビクトリープラス武器パーツが2つ。あ、シェパードンセイバーすごい大きい。めちゃくちゃ派手ですね。前も後ろも結構細かく色が塗ってあります。へぇー。前の銀河みたいにアーマーパーツが外れたりとか、そういうギミックはありませんから、プロポーションがちょっと良くなってますよね。映画ではどんな活躍するんでしょうか。とりあえず僕は公開され次第すぐ見に行きます。このボーイズトイのアクションフィギュア系は、こうやってちゃんと発売してくれるのは嬉しいですね。では最後はウルトラフュージョンブレスを開けましょう。よっと。はい、中身はおー、すごく丁寧に梱包されてます。ベルトパーツとこっちが本体。はい、出すとおー、ピッカピカ、めちゃくちゃ綺麗。電源オン。はい、音量も大きいですね。変わらずかな。うん、多分全く一緒っぽいです。まあ、とりあえず全サウンドは確認してませんから、サウンドレビューはしましょう。はい、ということでいろんなデラックス玩具を一気に開封しました。特急ジャーの乗り換えチェンジシリーズもそうなんですけど、ここ 1,2 年でボーイズトイ系のアクションフィギュアはすごく充実してますから、いろいろ発売されてほんと楽しいですね。ニンニンジャーのアクションフィギュアも出るそうですけど、なぜか体型がパワーレンジャーっぽいので、ちょっとどうなのかなって感じですけど、割と楽しみにしてます。では各玩具の詳しい動画をアップしましたら、下の説明文に貼っておきます。以上、タイヤ交換シリーズのタイプデッドヒートと、ウルトラチェンジシリーズ、ウルトラマン銀河ビクトリーと、ウルトラフュージョンブレスの開封レビューでした。